はい、竹内です。こんにちは。こんばんは。ということで、1個前ね、エプソムカップの予想動画をアップして、そこでも説明したんですけど、今週はね、変則転がし企画を中止といたしまして、それぞれね、エプソムカップとマーメイドステークスをそれぞれ予想したいと思っております。で、この動画、マーメイドステークスの予想動画となります。で、まだね、現在、木曜の午前中収録ということなんで、まあ、出走しない馬が出たりもするかもしれませんが、ですね、やっていきたいなと思いますが、まあ、荒れる重賞と言われるね、マーメイドステークス。はい。まあ、なので、まあ、ある程度ね、いいとこ狙っていきたいなと思いながら、ちょっとね、予想の方していきたいと思います。で、注目は1投目ですね、マルシュ・ロレーヌがね、かなり気になっていますね。まあ、本命というか、まあ、この馬をね、バシッとちょっと狙いたいなと思っているわけなんですが、まあ、波乱がね、多いレースっていうのはさっき言ったんですけど、まあ、この馬に関してですね、ここ2戦いいところなしの着順、9着、12着となっているわけなんですが、まず前、そうですね、四国新聞杯を、解消して挑んだ福島牝馬ステークスに関しては9着だったんですが、うん。まあ、そうですね、3コーナーからもう直線に入る前、ずっとね、窮屈な場所にいて動くことができなかったというところが結構大きなマイナスでしたね。うん。で、直線に入って、今、他の馬と激突し前に入られ、そこからもう一回持ち直した途端に前にまた壁ができてっていうことで、まあ、もう完全に万事休す、構想できるわけがないという、レースになってしまいました。で、前走ね、気を取り直してのパールステークスだったわけなんですけど、まあ、後方待機でね、直線勝負に行くぞと、ゴーサイン出した瞬間にですね、まあ、内から膨らんできた馬にね、思いっきり振り受けて終了ということで、まあ、2戦連続ね、非常に不運な、競馬をしている馬ということになります。なのでまだまだね、うん、まあ、上のクラスとか重賞とかでどうなんだってわからない状態、どういう結果になるかね、100点の競馬をしたらどうなるかわからない状態なんですけど、まあ、今回金量50キロということで出走できる点がね、すごい馬券的に楽しみだなと思います。はい。で、この馬、マルシュ・ロレーヌに関しては馬体重がね、460キロ前後ですね。はい、一番重くて462キロが一番これまでで重かった状態なんですけど、やっぱり大きな馬ではないので、やっぱ筋量がね、響いてくるということで、まあ、この筋量になるのであればかなり面白い存在かなと思います。で、調教に関してはね、当該種の販路で 51.1 秒出したこともあるぐらいね、販路で動ける馬なんですよ。なのですが、今回からね、コースにね、調教に切り替えてき、ました。はい。で、まあ、このコース自体ね、今回のコース自体は、販路の持ち時計が 53.9 秒以下の、立冬ですね。で、ある馬の回収率が高いコースになってます。で、プラスね、まあ、ウッドの調教を入れてくると、より高層が目立つ阪神の芝2000の条件なので、うん、不利さえなく力を出し切ったら、ちょっと一発ね、チャンスあるんじゃないのかなと思います。で、二投目、7歳牝馬、レイホーロマンスですね。はい。前走メトロポリタンステークスでは最下位の、まあ、残念なね、結果になってしまったんですけど、まあ、それ以前ですよね、中山牝馬ステークス、小倉大商店、愛知杯と、5着、4着、3着ですね。はい。で、その前の、まあ、万葉ステークスでも4着と、まあ、目立たない程度に、重賞でもね、好走しているのに、まあ、人気にならない馬っていうところが特徴かなと思います。で、調教ですよね。今回の調教なんですけど、まあ、ハローがけの後ぐらいだったとは言ってもですね、まあ、50.9 秒出してるんですよね。うん。で、この日、その日が、いつでしたっけね、6月3日ですか。はい。6月3日の調教ですけど、この日に関して、50.9 秒で立冬って、まあ、3位の時計になると思うんですけど、かなりね、だから調子が良さそうだなというふうに思います。はい。で、まあ、そうですね。ハローがけについてね、ハローがけっていうものについては結構他の動画で解説してますので、そっちね、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思っております。で、それに加えてですね、まあ、筋量が軽い時の構想の方が目立つかなっていうことで、まあ、52キロの出走っていうのはね、前回からこの調教も含めてガラッと変わってくる可能性もありますし、まあ、そうですね、はい、先ほどのね、マルシュ・ロレーヌよりもですけど、まあ、同じというか、それよりも、明らかにね、明らかにというか、はるかにレイホーロマンスの方がちっちゃい馬なんですよね。馬体重が非常に小さい馬。420キロ台ですね、基本的には。はい。一番ちっちゃい時で408キロとか、はい、そういう状況もあったんですけど、やっぱかなり小柄な馬なので、
まあ、筋量がね結構直結してくるなっていうところは感じます。なので、まあ、今回ね、状態面の良さも含めて筋量もまあ52ということで、まあ、前走より2キロ減りますし、まあ、一発ねこの馬もちょっと狙ってみたいなと思っております。で、3頭目エアジーンもね気になっておりますね。まあ、成長著しい4歳牝馬という感じですね。ではい、構想を続けているエアジーンなんですけど、まあ、前走、ワンガンステークスでは3着となりましたが、まあ、外回ってね距離ロスが結構ある中で、止まらなかった前2頭にね結構猛然と追い込んできての3着っていうのは、まあ、評価としては十分かなと思います。で、その前ですね、2走前のスピカステークスに関しても、まあ勝ち馬のねワイプティアーズが、粘ってるところにね、道中から結構外回しながらね2着まで追い込んできて、やっぱ堅実な差し足っていうのは非常にこの馬の魅力であるなと思います。で、またこの馬もですね、はい、体重がね軽い馬です。前走450キロですね、はい、デビュー時が444なんですけど460ない馬なので、まあ、筋量がこの馬も52キロっていうのは、まあ、プラスかなと思いますし、まあ、非常にその点ね、切れ味に直結してくると思うので大歓迎かなと思います。で、まあ、調教に関しては、そうですね、今回初の阪神になりますけど、まあ、輸送などね、多分馬体重の調節なども考えて今回厳しくこなしてないと思うんですよね。ある程度の、体重にしておいて、あとはもう移動で減らすっていう感じだと思うんですけど、まあ、現状維持で十分の状態が続いているなとも思いますし、その点は問題ないかなと思います。で、あとはまあそうですね、3走前かな、3走前ですね、はい、初先勝、次走ね、これが好走馬が多いんですよね。で、ここ勝利しているっていうのは結構僕的には大きいかなと、思います。はい、この時に任したシークレットラン次走2着、ウィナーポイント次走2勝クラス、勝利で、4着だった里のシャークもその次で3着とね、結構好走しているレースです。はい、で、ここを勝ってからなんか一気に素質開花したなという感じもありますので、ちょっとね、この勢いには、まあまあ、なかなかね、厳しい、まあ、相手はぐっと強くなりますけれど、ちょっとね、期待して買ってみたいなっていうふうには思いますね。で、買い目なんですけど、どうもまあ、エアジーンが人気するのかなと、まあ、出走するなら人気するのかなっていうところかなと思いますので、単勝に関しては、マルシロレーヌとレイホーロマンス、ここ買いたいなと思ってます。で、馬単は、まあ、単勝の代用で、エアジーンからマルシロレーヌ、レイホーロマンスで買いたいなと思ってます。で、馬連、3頭ボックス、あとまあ、まあ、そこそこつくのかなっていうところで、ワイドもね、3頭ボックスを抑えたいなと思ってます。で、まあ、ちょっとね、3連複も、1点、3頭で、締めたいなと思ってるんですけど、もう一個ね、ちょっと個人的な夢馬券3連単で、1着マルシロレーヌ固定で、2、3着にレイホーロマンス、エアジーン、レイホーロマンス、エアジーンの3連単も、ちょっとね、こっそり買っておきたいなと思っております。そんなわけでエプソムカップに関しましてはね、すでに注目馬と買い目をね動画の方で前回というかこの動画の1本前にアップしていることになりますので、そちらもねお時間があれば見て楽しんでもらえたら嬉しいなと思っております。またね、平日動画もかなりねまあ、充実した春になったなと思います。はい、ターゲットの使い方から、まあ先ほどもちょっと話題に出しましたけど、春掛けのね、ピックアップの方法であったりとか、最近はこの新馬戦をね、絡めたネタなんかを結構いっぱいアップしております。はい、で、そういうのもね、そういうものの方が馬券には直結してくるものなので、ぜひね、そっちも見ていただいて、まあ気に入っていただけたら、まあチャンネル登録していただけたら嬉しいなと思っております。はい、まあそんなわけでね、G1 の方は一区切りしてね、まあ宝塚までちょっとね、また競馬の話題が少し世間的には減るっていう、まあこれもなんでやねんって感じなんですけどね。はい、ね、だったらじゃあマーメイドステークスとかも全部もし G1 だったら世の中の人みんな買うのかなとかね、なかなか難しいとこで、なんか G1 ですごい感動したけど、感動して、よし、じゃあ次は秋だなって思える人がね、僕はちょっとね、不思議なんですよね。僕的にはやっぱり、もちろん僕も最初は G1 を見ました。10代の頃とか見てて、はい。で、初めて当たった馬券も、G1 の馬券ですね。でね、やっぱ面白いなと思って、その次の週からもうどっぷりね、朝からハマってくるっていうわけだったんですけど、ね、やっぱ G1 だけ買う人って、なんか、よくね、この夏の間我慢できるなとかね、ここの夏の競馬になんで興味持たないのかなっていうのは結構ね、不思議だったりするんですよ。で、そういう人に話を聞いてみたこともないので、あれなんですけど、まあでもこの競馬っていうね、ギャンブルですけど、まあスポーツでもあるものっていうのは、このコロナウイルスの間もまあ自粛せずにね、ずっと続けてきて、で、僕の好きな、まあプロレス、
もう、だんだんね、客入りのね、あの、目処が立ってきたとかで、ね、ちょっとずつね、なんか戻ってきてるなっていう感じなんですけど、やっぱ完全に元に戻ることはもうないなって思うんですよね、この、今回の件に関しては。じゃあ、例えば、まあ、今、どこのお店に行っても、この、ビニールがね、まあ、レジの前とかにかけてありますけど、あれを取るタイミングって、じゃあ、あるのかなとか。うん。あと、まあ、外出るときは僕もマスクしてます。もう正直、最近クソ暑いですよ。うん。もう暑くて蒸れちゃいますけど、マスクしてますけど、じゃあ、マスクを外すタイミングっていつなのかなとか、そういうことを考えていくと、やっぱもう、うん、元には戻らないなっていうか、自粛中の感じよりな世界がこれから続いていくんだろうなっていうふうにね、思うんですよね。うん。でもやっぱ競馬って、例えば無観客であっても、まあネットで買えますし、ネットの加入者がどんどん増えてますし、売り上げもそんなに落ちてないっていうことで、まあ寂しいですけどね、最悪ずっと無観客でやっても成立する、競技なんだなって分かったことはね、今回ちょっとこのコロナの中でもちょっと僕的には、うん、まあ収穫だったなっていう感じがしますし、うん、で、あとやっぱそうですよね、この面白いのは、まあ無観客の間にデビューした馬とか、無観客の間に構想してきた馬たちが、お客さんがもし、戻って、うん、まあ 100% の人数はね、戻らないと思うんですよ。3割とか。それぐらいの、客入りしかできないはずなんですけど、しばらくは。それでもやっぱ歓声が上がったりね、した時に、環境が変わった時に、ガクッと落ちるようなね、馬も出てくるんじゃないのかなと思うんですよ。そこにね、結構、うん、馬券的ななんか面白さが出てくるんじゃないのかなっていう、まあちょっと特殊なね、新しい馬券の世界みたいなのができてくるんじゃないのかなと思うので、その辺もね、結構注目して、この先今年ね、競馬見ていきたいなと思っておりますし、結構そういう目線でね、まあチェックしたりとかね、しておくと面白いんじゃないのかなと思います。例えば、本当にこのコロナの騒動の前の段階まで不調だったけど、コロナの無観客になってから急に好調になった馬っていうのも実際に見ているといるじゃないですか。でその子たちがじゃあ人気背負って客入りに戻った時にどうなるんだっていう、ここをね、狙い撃つっていう。うん。で、ここに関してはもう結果が出てから買ってたら遅いので、結果が出る前にもう決め打ちで買うとかね。そういうことをするなんかちょっと、ギャンブルセンスというか、まあ馬券、なんていうんですかね、まあ爆祭ですね。そういうのも必要かと思いますけど、そういうとこもね、狙っていくのが面白いんじゃないのかなという感じで、この先の競馬をね、考えていたりします。はい、まあそんなわけで、今回もやってまいりましたが、先ほども言いましたけど、まあエプソムカップの予想はね、他の動画でアップしておりますし、まあここでね、LINE アットなんかも、ありますので、はい、不定期ですけど、はい、ぜひね、登録してもらえたら嬉しいなと思っております。ということで、今回はそれぐらいですかね。はい、まあこの T シャツもね、なんかそうですよ。買ってくださってる方が結構多くて、本当にね、ありがとうございます。ということで、まあ今回ね、終わりたいなと思います。ということで、ちょっとアンジャッシュの渡部さん、ムカつきます。竹内先生、さよなら。